函館山からの映像なんですが明らかに画面奥の方がもやがかかっているというか白っぽくも見えますし黄色っぽくも見えますね通常であれば画面奥の方に横津岳などの山並みがきれいに見えるはずなんですが全く見えないと言ってもいいでしょう。ご覧のの函館も今日気象台ががを観測ししていいまますす本当に見通し悪いのが分かりますね そして気になる空の便への影響ですが今のところ函館空港、新千歳空港では黄砂による影響は出ていないということです。